今回東工大院士の解説を始めます。今回は統計力学の問題で磁線体金属の磁気的性質について電子化物スピン磁気モーメントが担うとする立場から考察する。でまず磁線体においては電子は極在しているので N 個の独立したスピンからなる K とみなす。で、まあ、この K が大きさ B の一応磁場中に置かれた時、磁場と平行の磁気モーメントを持つ電子のエネルギーはマイナス μ0B か、まあ、μ0B、まあ、それぞれ平行半平行のエネルギーとなるということで、まずは分配関数を求めたことですが、二重域を考えればいいですので、まあ、このような式になると思います。で N 個の粒子がありまして、相互作用とかないので N 乗すればいいと。よって分配関数としてはこのような式になりまして、これをまあハイパボリックコサインとかで表せばこのような式になると思います。で2番が磁化は各スピンの磁気モーメントの相場で与えられる磁化の大きさ M を求め合って問題 で M っていうのはヘルムホルツの磁エネルギーを磁場で微分すればいいですので、まずはヘルムホルツのエネルギーっていうのはこのような式になる。よって磁化を、すみません、磁化ですね、磁化を求めるために磁場で微分しますとこのような式になると思います。で次に3番 B イコール0の磁化率解を求め合って問題で、解ってどうなるかと言いますと、まあ、磁化を磁場で微分して B イコール0とすればいいですので、まあ、まず微分すると、まあ、ハイパーボリックコサインの2乗分の1となる。で B イコール0を代入するとハイパーボリックコサインの2乗は1でありますので、よってベータ N の μ0 の2乗となります。でこれを見てもらえば分かる通り、まあ、ちょっとベータって書いてなかったんですけど、ベータっていうのは KBT 分の1で、まあ、そうすると T 分の1に比例することが分かります。よって4番が実演体において磁化率は低温に向かって全問の結果のように増大する。この法則の名前っていうのはまさしくキュリーの法則ですね。なので極在スピン系においてはキュリー則に従うことになります。すみません、キュリーになってましたね。キュリーです。英語で書けばキュリーかな。こんな感じになると思います。次に金属においてを考えると、で電子は自由に運動するので理想フェルミ気体とみなす。でちょっと問題文を飛ばして、一粒子エネルギーイプシロンに対するスピンの状態密度を D イプシロンとする。で5番、この K が大きさ B の一応磁場中に置かれた時、電子数 N と磁化率の大きさ M を与える標識をそれぞれ書き下せってこと でまずは粒子数 N についてはどうなるかと言いますと、その前ですね、エネルギーってのはこのような式になると思います。 2M 分の P 二乗のプラスマイナス μ0B、 マイナスの場合が平行でプラスの場合が半平行ですね。でまずは粒子数についてはこのような式で与えられると思いますので、 E0 ってのが規定状態のエネルギーでこのような式ですね。でこれを代入していきますと、まずは平行の場合についてはこのような式になると、で半平行の場合についてはこのような式になりますので、でそうするとイプシロンマイナス μ0b を、まあ、改めてイプシロンダッシュと置いて変数変換すると、まあ、積分範囲が変わって、その代わり項の部分をが変わるということでこのような式になると思います。同様にこっちについてもイプシロンプラス μ0b を、まあ、変数変換して計算するとこのような式になると思います。で次に磁化を求めるんですけど、磁化ってのはこのような式で書くことができます。まあ、式の意味としてはアップスピンの電子についての電子数とダウンスピンについての電子数の粒子を足し合わせることによって、まあ、磁化っていうのが求まることになります。なのでプラス2倍についてがアップスピンの電子で、ダウンスピンについてがマイナスとなります。まあ、なんか状態密度のなんかグラフとかで見たことあるかもしれませんが、例えばなんか磁場がかかってないときはこんな感じで、まあ、横軸に例えば状態密度でエネルギーをこのようにすると、まあ、フェルミエネルギーが例えばイプシロン F かな、イプシロン F とするとこのような式になる。でここに電子が詰まってるんですけど、磁場をかけることによって、まあ、これがずれるんですね。なのでこっちが、まあ、例えばダウンスピンでこっちがアップスピンになると。なのでまあこんな感じになりまして、でまあフェルミ順位がこのようにありまして、でこの領域とこの領域はそれぞれダウンスピンアップスピンになりますので、ここの中身の部分っていうのが正味の磁気モーメントに寄与することになりますと。まあ、なのでここの部分についてそれぞれのアップスピンダウンスピンの粒子数を足し合わせるというか、まあ、マイナスをすることによって正味の磁化っていうのが得られることになります。で N プラス N マイナスについては先ほど求めた粒子数の式からそれぞれこのような式になると思います。まあ状態密度の部分を変数変換して
ここの n 分布関数の方を、まあ、変えるということですね。でそうすると n 分布関数を用いてこのような式で表すことができます。でここの青線で引いた部分についてはフェルミ分布関数なんですけど、はい、でこの式がどうなるかと言いますと、まあ、テイラー展開とかいたしますと F イプシロンプラスマイナス、はい、このような式になると思いますので、よって M ってのは M じゃないな、まずはこの青線の部分はどうなるかと言いますと、青線の部分ちょっとラージ F とかしますか、ラージ F ってのはどうなるかと言いますと、まあ、ここを足し合わせればいいですので、はい、マイナスの2倍のこのような式になると思います。よって、まあ、1時までですね、1時まで考慮するとこのような式になると思いますので、よって M ってのはどうなるかと言いますと、0から無限大の、はい、このような式になると思います。よってこの係数を出してやりますと、はい、このような式になると思います。で6番ってのが、原子数 n を一定とする状況において高音極限を考えるとエクスポネンシャル kt 分の μ が1より十分ちっちゃいということが成り立つ。この時 b イコール0での自家率解を n を用いて表せっていう問題です。でまずは解については自家を自場で微分すればいいですので、このような式になる。で次に高音極限を考えますので、フェルミ分布関数の形がボルツマン分布になりますので、このような式になる。よってここの部分について、まあ、F イプシロンをイプシロンで微分しますとこのような式になりますので、よって解の形として解の形としてがこのような形になるの であとは粒子数 n を用いて表すってことなので、粒子数 n についてはどのようになるかと言いますと、はい、先ほど求めた粒子数 n の部分に、まあ、ボルツマン分布にしてからするとこのような計算式になります。でここの部分をまとめてやりますと、はい、このような式になりまして、はい、今回の条件より磁場をゼロにするとこのような式になると思います。すみません、こっちについても磁場をゼロにするとこのような式になります。よって、n と解より、まあ、解についてももうちょっときれいにまとめますと、はい、このような式になってますので、よってここの部分ですね、でここの部分が n になりますので、よって解の形としてが、はい、このような形になります。でこれってのはまさしくまた t 分の1に比例していることになります。で7番が、絶対0度において b イコール0での自家率解0を t イプシロンを用いて表せっていう問題です。で絶対0度の場合についてはフェルミ分布関数は、まあ、階段関数を用いてこのように表すことができます。なので、μ を境に、まあ、こっちの部分が1でこっちが0ですね。でそうすると解0については、まあ、この式だったものが、まあ、階段関数を微分するとデラ関数になりますので、このような式になる。よって、まあ、求めますと2倍の μ0 次乗の dμ となると思います。でこれってのは見てもらえば分かる通り t に依存しない形となります、まあ、t の0乗ですね。で8番、金属においては絶対0度でも自家率が全問の結果のように有限となる。この原子の名前ってのがパウリの常時性という名前になっています。はい、ということになっています。まあ、厳密に言えば温度に一応依存はするんですけど、もうほとんど寄与がないということになります。まあ、それはまあゾンマーフェルド展開とかすればまあ分かると思うんですけど、まあ、それは今回ちょっと割愛させてもらいます。はい、今回は以上になります。